なんか昔結構ね、の的にもなんかすごいレトロな。なんなんすかあれって。あそこね、三石っていうのはすごいね、レンガが有名で、ここもそうなんだけど、そういうなんかあったのかな、街並みっていうか、やっぱりそういう歴史的な多分。あ、ここが飲み屋街みたいな。古いな、絶対もう人住んでないな。いくら入ってるか見てないわ。1000円しか。1000円しか。1000円しか。確認です。はい、お疲れ様です。ありがとうございます。何してたの？トレーニングを。何をしてたの？下半身大丈夫。ああ、なるほどね。で、この三石しましたけど、結構何気にみんななんか気になる三石みたいで。そうですね。なんか昔結構ね、何かとね、栄えてたみたいだけど、やっぱり。今はもう完全に無人駅として。岡山最東端の駅としてね、なんか結構ね、昔ながらの街並みがあったりですね、うん、ちょっと行ってみようかな。それにしても気になるね、さっきの学生学校ないよね、ここ。今日ないですよ、もう冬休みなんで、うん、ちょっとやっぱいろんな変な感じだよね。ちょっとね、思い当たったところがあればなんかあったのかな。だから商人とかがここ通ってた街道的な感じなのかな。ちょっとこっち側行ってみましょう。歩くことないよね。そうです、全然もう車でシュッと行っちゃうんで、ね、でもなんか建物的にもなんかすごいレトロな、ギャラリーがなんかでもちゃんとしてますしてるね。ギャラリーがやっぱ、あ、なんかあったわ、なんかおばあちゃん家あったわ。なんか年末帰ったらなんかこういうのがちょっとね、玄関口に置いてあったりとか、ね、僕もちっちゃい時にああいうのあるんですよ。バッて夜トイレ行く時の怖いな、ふうみたいな感じで怖いな。もう今じゃ珍しいよね、タバコ。カードがなくても買えるらしいですよ、今タスポンみたいなのがいいな。本当に？あ、ここで売ってんの？あ、でもほら見て、なんかそういう取引の、タバコの取引のあれかな、許可書みたいな、かなりなんかレトロな。珍しい。なんなんすかあれって。あそこね、三石っていうのはすごいね、レンガが有名で、ここもそうなんだけど、レンガの工場が有名で、うん、レンガそう、レンガがすごい有名で、よく目を凝らせば、あ、こことかもすごいレンガですよ。レンガ、ほらこれもなんか事務所的な。あ、そうですね、なんか8452、うん、事務所の、隣の多分事務所の、あれも多分変わる、あのレンガとかレンガの町、うん、利用松原、うん、昔ながらのね。昔ながらだね。この建物やっぱり気になるね、すごい。なんだろうね、すごいな。ああ、変わらん。あ、鉄工所。ちょっと奥行ってみようか、ちょっとだけ見学すごいなんか古いね、もう明治時代とか、ね、あ、すごいレンガとか、本当映画のセットとか古いね。変電所か。民家が結構古いけど、あ、でも後ろにもなんか煙突みたいなのが、こんなに中入ったらこんな感じなんだ。 あ、ここで道が引き出前みたいな。あ、ここでもう終わっちゃった。でもここ見ると奥にもなんかレンガがね、積み重なって、なんかありそうですね。うん、いろいろと
でもそういう、なんかあったのかな、街並みっていうか、やっぱりそういう歴史的な飲み屋街みたいなのが昔は。ああ、かもしれないですね。ちょっと探してみよう。商人の街なんだよね、うん、ちょっと探してみようかな。なんか、郵便とか新しいのかな。そうね、改造したのかな。神社があったんだよね。神社が、これは公民館。あ、なんかすごい、なんか商店が、すごい、なんだここは。精肉店とかおまんじゅう屋。おまんじゅう屋さんですね。基本的に店開いてるけど人入ってないよね。いないいないいないね、店員さんがね。多分あ、ここが飲み屋街みたいな。そうなんだ。そうだね、一番栄えてる。そうだね。カラオケとかビンゴゲーム。本当だ。道なき道だね。そう。もう古いな、絶対。気づいたってなってるよ、ね。人住んでないな。なんか気になるね、あのブルーシートっていうか、なんかかけられた。あれ、なんかあれ。なんだろうね。監視カメラ。そんなとこに？めっちゃ古いですね。ペットトリーミングルーム。トリマーじゃん。うん、綺麗にする、やってんのかな。これ相当古そうだね。しますあ、やってないんだろうね、うん、お寿司も毎日やります。しまったしまった。建物古いよね。2つある。こんなトリマーだろ。2つあるけどねえ、これも気になる。なんかすげえ気になるこれ。何これ。何なんすかこれ。あ、3つある。あ、4つ。あ、川のあれだね。すごいねこれ。独特な。ここでやっぱり洗濯するんだよね。よいしょ、はい、ちょっと教会があったんですよ、汚いところをね。じゃあ、終わろうよもう。お寿司屋さんに来てるんですけど、僕ちょっと財布を忘れちゃったんですよ。それで今日はちょっと僕の大嫌いなエビ食べないんですよ。エビがもう本当にエビ貝カニが食べないんですけど、その中でその3本の中でも一番食べないエビエビをそのこの汁を完食できたらこれもう全部お支払い。お支払い濃厚エビ出汁だって吹き出てるやん、液体が。どう攻めるかも分かる。なんか川の水を飲んでみたいな。これってこれもですか。え、これ長もですか。当たり前よ、全部食べる。全部食べる。そんな甘いことはないよ。えどうやって食べるんですか。エビバリバリ噛む。噛んだら出るんですか。出る。あ、いいね。嫌いなものを食べる。こんな年になってるのね。え、これ多分全部食べれますよ。いや、いいよ、多分熱っ。うわこれ頭はいいよ。いやいや、匂い言ってる。食べろ。
勇気がつきました。ありがとうございます。勇気がつきました。だから、もう一人でやって笑顔で持ってってくれたんですよ。もうダメよ、もう時間、おじさんね、時間がもったいない。ラスト、おい、完食おめでとう。全額お支払いします。サービス、いや、ほんとなんかね、あの、はぁ、引っ切りやまだいるんかな、思うて。いや、ほんとに、あの、エビは小学校、保育園以来食べたんですけど、食べるもんじゃないですね、ほんと。皮のなんか、いくら入ってるか見てないの。本当ですか。見てない。昨日土曜日の、金曜日のまんま。え？千円しか。千円しか。千円しか。どうする？どうする？千円しか。確認です。フラバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。